おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もクロエのレクイエム続きやっていきましょう。すごい BGM が激しい。あ、終わった。ピエール君になんか悲しいことを言われたんだよね。で、もしかしたらシャルロットに話しかけるのかな。あ、坊ちゃま。あ、違った。どうすんだ。ここか。父ちゃん、お父様、どうしたんだミシェル。僕、今度の公演には出られません。何を言ってるんだミシェル、そんなの許されるわけがないだろう。でもダメだ、キャンセルはできない。いやだ、出たくありません。ミシェル、お前は私を誰だと思っている。お前の父親だぞ。その気になればお前なんてこの家から放り出してやることもできる。言うことを聞きなさい。はい。マジ？ミシェルにも困ったものだ。なんだ？ああ、そうだ。ダダをこねるものだから、本当にな。まったく、いつまで稼げるかわからないというのに。振動も二十歳過ぎればただの人というし、今のうちに使っておかないといけないのに。結局こうだ。親に愛されないのはピエールだけじゃない。僕は単に利用価値があるだけ。なんであんなやつに利用されなくちゃならないんだろう。バイオリンなんて始めなきゃよかった。それが何もかもの元凶だ。こんなもの大嫌いだ。あ、坊ちゃま、旦那様と何か。僕に構うな。どうか元気を出してください。旦那様と何があったのですか。もしかして坊ちゃまが最近スランプなのを指摘なされたとか。いやー、本当につくづくさ、シャルロット君、君魚でするのうまいね。大丈夫です、坊ちゃまの才能は絶対ですから。無理もないですよ。ピエール坊ちゃまのせいでいろいろと精神に負担がかかったんです。きっと、いっぱい練習すれば旦那様も他の人々も坊ちゃまの腕を認めてくれますよ。ふざけるな！誰があんな奴のために。お前に何がわかる。僕がやったのか。違う、あれは事故だ。古いシャンデリアが脆くなってたから。でも突き飛ばしたのは僕だろう。いいじゃないか、
殺したって。あいつ目障りだったし、そもそも殺しなんて大したことじゃないよ。命なんてすぐに消えるもんだし。そうだ、あんなの大したことじゃない。僕は悪くない。シャルロットの遺体はなぜか突然落ちてきたシャンデリアによっての事故死という形で処理された。僕は何も知らない、何もやってない。そんな態度でいたら誰も僕を疑わなかった。一年経っても未だに何も変わらない。シャルロットのこともピエールのことも。おう、クロエ、あの発狂した後のシーンか。最低だな、僕は。分かってたのに。クロエは人間だ。猫と重ねちゃってたんだね。君の無邪気なところが少し似てたから、あのクロエと。だからだんだん僕のクロエが人間になって帰ってきたんじゃないかって、そんな風に思えてしまった。でもそうだ、違うんだ。クロエだって僕と同じじゃないか。同じ人間だ。僕はなんてことを。今まで僕がしていた勘違いは、あのクロエにもこっちのクロエにもとても失礼なものだ。クロエは猫じゃない、人間だ。悲しい呪いを背負ってしまっただけの普通の女の子だ。僕のクロエはきっと死んだ。もう帰ってこない。そろそろ受け入れなくちゃ。ああ、呪いが解けた。待って、クロエちゃん、聞いてるだけなんだ、今回は。ピアノ一緒に弾かないのね。どうしたの？僕はバイオリンが大嫌いなんだ。こんなのがあるせいで嫌なことがいっぱいあった。ミシェルにも嫌なことあるのね。クロエもよ。これまで嫌なことがたくさんあった。だから自分が大嫌いよ。君と僕には似たところがあるね。そうかしら。わがままなところとか。そうね。だからほっとけないのかな。不思議なことにここでの演奏はあんまり嫌じゃないんだ。観客がクロエだけだからよくわかんないな。それは不思議ね。でもさっきの演奏
今までで一番素敵だった。ありがとう、ミシェル。あのね、ミシェルが演奏してくれるとクロエの気持ちがとっても楽になるの。呪いが少しずつ溶けていくのよ。そしてそれは上手だからだけじゃないの。ミシェルだから。だからクロエ、ミシェルの演奏が大好きなのよ。そうなんだ。きっと彼女にも届いてるわ。あともう少し、もう少しで。そうか、彼女って呪い？光ってる、あとセーブ。2階通路の鍵。2階通路、2階通路ってここか。開いた。暗い。怖い。ちょっといろいろ怖いぞ。ちょっと待って。うわ、シャンデリア揺れてる。やだー。ぬいぐるみが置いてある。ぬいぐるみなんかできるっけ。もうハサミないよ。だって金槌違うか。そういえば鈴って何に使うんだろうね。小さな鈴、ちょっとなんかつけとくか。あと金槌にしとく。こっちは何？手形。下？下があるの？ちょっと待って。ちょっと心の準備。びっくりしたーい。あ、へえ、猫に鈴つけられるんだ。こっちにも？うん。え、これどっちにつければいいの？一個しかないでしょ、鈴って。え、わからん。ちょっと決めかねるわ。なんかどっかにヒントあるのかな？いいや、とりあえず進もうか。いやー怖いな、下行くの。うわっ、4時だ。ちょっと血だらけじゃん、この辺。ちょっとちょっと、な、誰の血よ。なんだ、背後に人の気配がするような。え、うわ、ちょっと歩いた音が。一瞬後ろに誰かが映った。マジやだ、やめてよ。あ、ついてきてくれたの、ありがとう。すごい音鳴る。どうしよう、鈴はまあ後ででいいかな。この辺はご飯。いや、すごい音鳴るんだけど。この部屋は何？え、お、地下1階東物置の鍵。これ何？メモ帳。電話鳴ってるけど取る？取るか。あ、喋った。もしもし。ペンは用意したか？用意してない。あ、ペン用意しなきゃいけない。わーい、はいはい。羽ペンとインクってあるっけ？あるね。じゃあ羽ペンとインクにして、私も一応じゃあスマホのメモ帳を開いておきましょう。もしもし、もしもし、ペンは用意したよ。はい。6、何6？6 3 2 1。1 7 2。インクが切れたな。おお、数字のメモ。羽ペンとインク捨てた。あららららら、これでもうメモはできない。でも私はちゃんとスマホメモもしたからいいや。
で、この辺は特に探索するものはないかな。他にはこれ何のメモだろう、何に使うんだろうね。光ってるやつないし多分大丈夫な気がするな。ちょっとじゃあ行こう。やだこの足跡、怖い。足跡、足音。東って言ったな。じゃあこっちか。鍵開けた。なあに、なあにこれ。白紙の紙が数枚落ちている。よく見るとドは1と書かれている。さっきの数字かな、何か関係あるのかしら。うん、これセーブだ。やったぜ。ボトルが割れてる。うん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 。この辺は特にない。なんかオンシーダーなんだとは音階のことである。ドレミファソラシド。へえ。4分の4とは拍子のこと。1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4、1、2、3、4と続く。そうだね。ある時私は気づきました。醜い私はいつの間にか呪いと化してしまっていたと。気づいた時にはもう遅く、呪われた私は自ら底なしの沼へ沈んでいきました。闇の中、私と呪いは分離して猫へと姿を変えました。真っ黒な毛並みの猫が私、真っ白な毛並みの猫は呪い。呪いの猫は鳴くことができません。まるで呪われていた時の私のように。呪いを断ち切るためには白の猫をこの手で殺さねばならないと私は理解しました。え、ノワールとブランのこと。小さな鈴、白の猫との戦いでそれが唯一の切り札になると本に書いてあったので、黒の私はそれを首につけました。ちょっと、え、じゃあさっき言ってたあの白黒どっちに鈴つけよう問題解決じゃん。ちょっと待って、じゃあノワール君に鈴つければいいんだね。あ、待って、ピアノ調べてないや。ピアノ弾く弾かないとかあるんだ。ちょっと待って、お、忘れないうちに。ノワールくん、どこ？ノワールくん、あ、いた、いた、いた。ノワールくんに、あ、ちょっと待って、鈴つけてなかった、装備してなかった。鈴。つける。ノワールに鈴をつけた。うん、あ、鈴取れるんだ。でもとりあえず、じゃあ、つけたよってことでセーブ。で、ピアノ弾くのか。さっきのメモが正しいんだったら、おお、なるほど。ドレミファソラシ、ドレミファソラ、じゃあラか。6だからラ。3はミか。2 S 11だから AAで、7 4か。2 S はい。あれ、私なんか間違えた？あれ違うのか。ドは1でしょ。1、2、1、2、3、4、5、6だからラだ、ラだよね。3 2 1 1 7 7は4。で、あ、なんだ、さっきなんか間違えたのか。ふん、やるじゃない。そこそこ認めてあげるわ。ピアノが喋った。ねえ、私がかけた電話、お気に召したかしら。あなただったのね。気に入ったよ。あら、そう。嬉しいわ。
私あなたのこと気に入っちゃった。だから閉じ込めてあげる。やめてよ。え、本当に？オーマイガー、まさか。ちょっと開けて。何？出してほしいの？出してほしい。なら私の出す質問に答えて、それに正解できたら出してあげてもいいのよ。いいわよ、うん、間違えた場合はそうね、手を挟んであげちゃうけど。うん、はい、なんすか？てーん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 だったな。あ？ファドレミファファドレミファファかな。あ、よし正解よ。じゃあ次ね。4分の4って何？表紙。正解よ。じゃあ次ね。この音何の楽器？あ、さすがにわかる。フルート、バイオリン、木琴だったら木琴でしょ。正解よ。じゃあ最後、この階のどこかに楽譜があるわ、探しなさい。え、この階のどこか？でも開かないじゃん。あ、この部屋？この床じゃなくて、なんかめっちゃ線書いてあるけど、変わった床だなって思ってたんだけど、違う？わかった？うん、それは、部屋の中、部屋の、それがあなたより大きい、部屋全体が楽譜。どう？正解よ。やったね、やっぱりね。しょうがないわね、わかってるわよ。ここから出せばいいんでしょ。やったぜ。はあ、つまんない。どうして君はこんなところに？捨てられたからよ。昔はあの子によく弾いてもらってたのにね。ある日ね、私があの子の指を挟んじゃったのよ、偶然。閉じるときあの子が手を滑らせて、だからこのざま。私のせいじゃないわ。でも捨てられたのは私。ほんと楽器って楽じゃないわ。そうだね、楽器に罪を押し付けるのはいつも僕らの方だ。ま、あんたには関係のない話ね。もうどうでもいいわ。これでもあげるから、せいぜい頑張ってよ。地下1階南物置の鍵、ありがとう。ピアノちゃんいい人だったな。セクシーだし。なんかある？なんだこれ。あ、関係なかった。じゃあセーブして、そろそろ分岐とかあるかな。なんか19と20だけずっと謎に残してたんだけど。じゃあ1にセーブする。あら、時間いい感じね。じゃあ今日はこれくらいで終わりにして、次回この南物置の鍵を開けるところからスタートしましょう。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。オスピオでーす。